なあ、さんのメール取ってくれてる人、メール見た？めっちゃ年始、もうちっちゃい頃のソラハの写真載せました。見てねー。めっちゃバッグある。そう、やばいですよね、バッグの汚さが。そう、えげつい。これは違う、後ろに。バッグの量がえげつい。お母さんにあげようかな。ハートありがとう。ウィンディさんハートありがとう。見た？写真。そう、めっちゃヒットしてる。あれ、宮島で。宮島に行った時に、あの時確か2日間で広島行ってて、呉の大和ミュージアムと宮島行ってた気がする。ミタリさん可愛い、ありがとう。こんばんは。カバンの木が生えてるみたい。確かにカバンの木が生えてるみたい。そう、今まだ見てない方見てない、ああいう系の写真ちょっといっぱい昨日パパにもらったから小出しにしてメール出しとこうかな。最近さ、全然内容のないメール送ってるから、ちょっと面白いなんかあったら送りますね。スタバいいな、スタバいいな。はい、のみさんありがとうございます。金魚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 です。今日のこの配信はそんなやりません。最近夕方めっちゃ短い配信するのにハマってます。ハマってます。やばい、明日ホーターさんの誕生日で、次その次の日のその次の日のその次の日が空の誕生日。やばい、もう17歳も終わる。やばいやばいやばい、実感がない。でもなんか17歳になったっていう実感もなかったけど、画像作らないと。うわ、嬉しい、楽しみにしてますね。画像嬉しい。誕生日みんなからのお祝いメッセージとかも待ってますね。花のセブンティーンは満喫できましたか？うん、でもセブンティーンらしいことはでもそんなできなかったかなって感じですか。セブンティーンらしいことって何なんだろう。セブンティーン、あっという間すぎた。なんか去年一人でスシロー行って、寿司買ってケーキ買ってっていうのがマジつい最近のかのように感じる。1年前、365日約経ったっていうことが信じられ、なんかあっという間すぎる。めちゃくちゃに1年があっという間です。こんにちは。今妹に電話しよるんやけどさ、出てくれん。さっき電話しとってさ、電話ショールームするときにかけるから出てねって言ったら、ママがいいって言ったらねって言われたんよ。ワンチャン出てくれん可能性大。ありがとう、薄れソニオさん、ハートのスイカありがとう。こんにちは。電話出てくれんです、妹が。悲しい。ママ NG 出てますね、これはきっと。iPhone を探すで鳴らしたいと思います。電話に電話ダジャレダジャレ。つれきちさんハートありがとう。最近めっちゃ関西弁の YouTuber を見るんですよ。
だからめちゃくちゃ自分も関西弁になる、イントネーションが。こんにちは、室並べありがとうございます。やっほー、こんにちは。皆さんセトラブいいねとコメント待ってます。マジコメント今全部返してるので、何でもコメントしてください、返します。こんにちは。電話がテレホン、テレホン、テレルの方なんですね、漢字が。部屋の温度が36度。え、それはやばい。え、うちやばい、26度。10度も違う、やばいよ。26度に設定してます、エアコンは。何度なんやろこの家の中は。26度やと思う。私ほんまに26度の風量第二新品買ったら死にそうになる。9日祝日ね、9日って大概祝日ですよ、多分。祝日か休みか、なんかとりあえずなんか休みって感じ。とりあえず電話、妹電話に出ちゃダメって言われてるやと思う。エアコンやばいやん、エアコン買い直さんと。スタバでまったり、いいね、お仕事終わり。可愛い服だって、そう、これファンの方にいただいて。めっちゃ楽なんですよ、ワンピースって。ノースリーブのワンピースちょっと着るにはちょっと何もお話し会とかないから、なんか普通の日には T シャツとか、今日は、レッスンがあったんで T シャツ着てたんですけど、いやなんか最近 T シャツばっかやから、なんか着ようと思って、なんだらこれになった。一番めっちゃ楽なんですよ、着やすい、着やすいし、めちゃくちゃ楽なワンピースやし、可愛いからめっちゃお気に入り。大きい襟ね、大きい襟好きなんですよね、マジで。可愛くないですか、大きい襟って。顔ちっちゃく見えそう、知らんけど、勝手な独断と偏見。こんにちは。全然電話に出てくれない、もう泣いた。お姉ちゃんも号泣ですって送ろう。お姉ちゃんは号泣です。ピエンピエンピエン。送りました。全然ピエンピエンしてへんけど大丈夫そうかな。で、見てくれるかな、マジ。うおめちゃめちゃ迷惑なボイスメッセージ送ってる、やばい、やばすぎる。昨日当たったわね、ねえ当たったわね、わねわね。こんにちは、どうも。ぜひまだルームフォローしてない方はよろしくお願いします。既読もされません、もうやみました。ピエン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 。今日お肌調子悪いです。なんかお鼻のここにね、めっちゃ赤いのができて、今もめちゃくちゃ隠してます。今の、え、すごい、都市別トップ25とかあるよ、ミュージックのあれアプリに。マジすごっ、すみよ、都市別ってのに。ウィンディーさんありがとう、アイスのハート。うそうそうそう、スイカのハート。めっちゃ道を自然解放だった。え、でもさ、今めっちゃみちさんのカードで今3位にいるんですけど、なんかもうみちさんファンの方に恨まれへんかがすごい怖くて、ちょっと今日のお昼ぐらいは全部自分のカードでしてた。どう、お前が3位に入ってねって。実決の
称号がソラハのせいで1個なくなるやろとか思えたら どうしようと思って、ちょっと今日は控えめました。気持ち控えました。恨まないかな、いや分からんやん、ガチ狙っ毎回連続狙ってる人とかいたら分からんやん、だからちょっと控えめました。でも私のとこには絶対チェッキ渡らないので大丈夫です。そう、未知授与はいいね、全然平気かね、実験投資。そう、私未知さんの推し100位以内には入ったことない、 あるんですけど実験はないんですよ、そんな心の狭い人いないと思うけど、いやそれはそう、ハート無限だからフェアじゃない、ハートマジでハートもめっちゃやばいですよ、多分ね500個は楽勝で使ってる500個毎回使ってる気がする。あ、音声返ってきた、見て、みんな聞いて、妹から帰ってきたんですよ、もうかわいい、泣きそうなぐらいかわいいんですけど、まず私が送ったやつ、お姉ちゃんは号泣です、ピエンピエンピエン、うおこれが私が送りましたそして妹が帰ってきたのがこちら、今すぐ電話に出ないとソラハ泣いちゃうぞ、いいのか、泣いちゃうぞ、ちょっとあれに似てない、千と千尋に、千と千尋のやつ似てない、めっちゃ可愛くない、最近忙しいって言葉めっちゃ使うやん、あそうそう、ぼう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 、泣いちゃうぞ、遊ん一緒に遊んでくれないと泣いちゃうぞって血見せたら、うおー泣いちゃうぞ、え似てるわ、いや分からんけど忙しくないですよ、でも買い物に行くとは言ってた、なんか買い物に行くって言ってたけど電話出てほしい、お疲れ様です、あ切られた、あえてしてもらえない、泣ける、泣いてみんな号泣やで、もうすぐエヴァンギリやねんけど、どういうこと、いじめでしかないやん、なんで、ほんで、あ、もうほったらかしにしてる、ワンギリもしひんくなった、動画送ります、動画送ります、シナノ、シナノ動画送ります、いきます、バイナビさんどうぞ、ありがとう、やば、マジ情緒不安定おもろい、いきまーす、いきます、ごめんね、ちょっと泣いといて泣いとってってどういうことなんですか、は？泣いとかなあかんらしいです私泣くんやって、泣くよって言ったら泣いといてやって、もう許されへんすぎる、何どういうこと、えどういうこと、
もうおもろすぎた。で、私が送った動画は、っていう動画を送りました。今送りました。泣きました。さっき撮った動画ですね。悲しくて Do you like 空派？泣きました。ちゃんと泣いといてって言われたから。あ、ちなみにあの妹が LINE 持ってるわけじゃないです。ママの LINE ですよ。英語喋れへんのかな。なんて返ってくるやろ。英語多分分からへんと思う。なんて返ってくるでしょう。まだ帰ってこないですね。なんて帰ってくると思いますか。予想。あ、帰ってきた。まだ帰った。お、送信取り消しされた。何？送信取り消しされた。送信取り消しされた。入った瞬間消された。なんで？何送ってたやろ。何送ってたやろ。めっちゃ気になるんやけど。既読スルーされそう。嘘やろ。泣く。もうガチ泣きで、ガチ泣きやりました。あ、来た。え、意味わからん。言える英語言っとるだけや絶対これ。 Thank you Apple Apple。 いや、どういうこと。アポアポ。 Thank you Apple Apple。 答えになってなさすぎる。どういうこと。マンジェラモンスターさん、スイカのハートありがとう。真空剣さん、レインボースターありがとう。なんとかかな。ホキンさん、ハートありがとう。センキューアポーアポーって何。お姉ちゃんのことどのくらい好き。怖ない。ありがとう。リンゴリンゴ。いや、わかりますよ。いや、あのさすがに。なんて書いてる。リンゴありがとう。誰に対して。私のこと好きって聞いてんのに急にリンゴ出てきた。リンゴに負けた。リンゴに負けたシナの空。この後空も買い物行かなあかんわ。食材がない。もう絶対これ電話出た方が早い説じゃない。なんか取り通った。絶対これ電話出た方が早い説。リンゴ美味しいから。確かにそれはそう。え？え、全然分からへん。何言うとか分からん。なんて言うとん。なんて言うとん。もう一回言って。え、マジでなんて言うとか分からん。え、何言ったか分からへん。5個くらい。5個くらいってんですか。何の5個。何の5個。ただ構ってもらえない。いや、ほんまにただ構ってもらえないんですよ。なんでなんですかね。何語。何の5個。
何が5個なん。スレスレさん、ありがとう。リンゴ5個少なくない？嘘でしょ。皆さん、スイカありがとう。ハート、スイカのハート。何が？ハラハラ好きなのは5個くらいなの。5個って何？どういうこと？何5個って？え？ゴゴゴゴゴゴゴぐらいって何？ゴゴえゴゴくらいって何？どういうこと？どういうことか。あ、5個っていう意味。5個、何が5個？桃？ソラハイコールリンゴ。どういうこと？リンゴ5個。五穀米5個。五個。五穀五穀米。少なくない5個って。確かに妹めっちゃ「どのくらい好き？」って言ったら「なんかいっぱい好き」とかめっちゃ言うんですよ、いつもやったら。でも今日は5個くらいって、どういうこと？少なくない？いつもはいっぱい好きとか言うんですよ、まあ、主にいっぱい好きって言うんですけど、何5個って。初めて聞いた、5個ぐらい好きって。どういうこと？え？って感じで終わろうかな、配信。よう分からんけど。そうそう、今忙しいっぽいわ。よう分からん。買い物行く準備しよるんかな。聞いても分からんらしいです、お母さんも。いっぱいではないっていうことやろ。聞いても分からんってきた。あっちゃんのこと嫌い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 。はい、最後に送りました。髪の毛レジありがとうございます。では壇上を見ます。13位田中さん、12位スーさん、11位なべかっちゃんさん、10位あさじさん、9位真空圏さん、8位岩尾さん、7位イエローフィッシュさん、6位一条寺ひかるさん、5位ヘルムビーゲさん、4位 TT さん、3位コキーさん、2位スレイソーニオさん、そして1位はウィンディーさん。ありがとうございます。ということで配信終わりますね。そう、めちゃくちゃめんどくさい女、ね、お姉ちゃんでしょ。めっちゃかめちゃ、なんかもう今日は別に何か話したいことがあるわけではないんですよ。何か話したいわけじゃないんですけど、人と会話するっていいことじゃないですか。最後に帰ってきたのがこちら。ちょっと初め切れてるからあれやけど、ソラハのことも大嫌い嫌い嫌い。ソラハのことも大嫌い嫌い嫌いって言ってる。ソラハとも大嫌い嫌い嫌い。どういうこと？ソラのこと大嫌いらしいです。いいもんね、別に別にお姉ちゃんのこと嫌いでもいいもんね。お姉ちゃんにはおばあちゃんとおじいちゃんとお兄ちゃんとパパとママがついてるからもういいもんね。はい、終わりです。
やばない、おもろすぎる。そう、おじいちゃんとおばあちゃんはね、取り合いですよ。あ、帰ってきた、長っ。うわ、もう泣く、もう泣くんやけど。わかりました、もうソラは怒りました。いいもんね、いいもんね、あっちゃんのとこにお兄さん呼ぶから、いい子じゃない子はね、お兄さんにね怒られるんだからね、いいもんね。あっちゃん今あの鬼が無理なんですよ、ほんまに。あの鬼からの電話がマジで無理なんですよ。あれでもうやったら勝ち、大優勝、優勝しました。優勝。怖い言うてるやって。やっぱ怖い言うてるらしい。怖いって言ってるらしい。やめたれてきた。もしもし、赤鬼です。悪い子はいませんか？最悪、最悪すぎるお姉ちゃん、最悪すぎるお姉ちゃん、最悪すぎるお姉ちゃん、泣いちゃう。もう最悪、もう自分で弾いてる自分のこと。ちょっと似てたし。お、赤鬼の声こんなんなんですよ。なんて姉だ。ビビってるからか知らんけど、すごいところにあの、いやなんか間がある。ソラハなんでしょ。やば、男女呼んじゃったのに。鬼からの電話マジで怖かった。怖いでしょね、あれ普通に。来週の月曜日はスイにした誕生日。そうだよ、違いますよ、ソラハちゃんはもう食べちゃいました。あとはあっちゃんがだけです。どんひーどんひー、誕生日の企画予定あり？誕生日どんなことがしたらいいと思います？去年はお誕生日プレゼント紹介と食べただけ。いやもう終わります、マジで。もうこれで返信返ってきたら終わるけど、全然記憶つかんから終わろうかしら。ということで、最低なお姉ちゃん VS 純粋な妹でした。最低な妹すぎた、お姉ちゃんすぎた。みっちさんがパスタを箸で食べよる。みっちさんがパスタ箸で食べよる。おみっちさんの家って綺麗。今日はこのみっちさんにお会いしました、なんと。ということで、配信を終了しようかな。夜します、いいしろ思ったよね。ねえ、箸で食べとった。メールです、メール人なので。なんかしかもおしゃれな箸でした。おしゃれな箸でパスタを食べよった。
どんなパスタか見たい方はさっきみちさんのツイッター載ってたので、あ、ラスト来ました。これで終わります。ラスト、ちょっと待ってよ、何て言ってるか聞くね。ガチギリやん。最後です、いきます。お家帰りなさいって言われたので配信終わりたいと思います。お家帰りなさいと、あの妹ちっちゃい子に鬼が怒られました。ソラハを食べてお腹いっぱいでしょ、だってやばくない？いや確かに確かにそうやけど、その返しで来るとは。面白いですね、本当に。まあ、てな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。配信見に来てくださった方、夜多分します。七並べ配信だと思うんですけど、よろしくお願いします。またメールとか載せて送りますので、お待ちしてください。お待ちよ。ということで終わります。ありがとうございました。ゲリラだったのに来てくださって、妹おもろかったです。いつも仲良しです。たまにいじめちゃうけど。ありがとうございました。また夜お会いしましょう。